はい、教育シリーズ、次の動画はいじめについてですね、いじめについて僕の考えをお話ししたいと思います。やはりですね、この子どもの人権、問題ですけども、いじめ問題っていうのは本当にもう昔からね、どの国でもそうですけども、絶対起こってしまう問題ですよね。いじめはなくならないというかね、絶対どこかしらでね、いじめっていうのは起きてしまうわけですよね。起きないようにすることも大事ですが、いじめられないようにするには、防止、予防策ですよね。予防対策というかね。そういうところをね、しっかり身につけておいてほしいなということですね。で、もちろん僕もやっぱりね、小中、いじめられたことありますよ。一瞬ですけどね、一時的にね、いじめられたことあるので、いじめられる人の心理もよくわかるわけですよね。その中で、じゃあどうね、そのいじめられなくなるにはどうすればいいかというかね、いじめを回避すればいいか、というところなんですが、まずはですね、これです。やられたらやり返せってことなんですよ。で、いじめっていうのはね、多分1対1じゃ起こらないと思うんですね。本当に複数対1人の状態になると思うんで、その複数に対して全員にやり返すことっていうのはなかなか難しいと思うんです。で、いじめるやつっていうのは必ずね、そのボスみたいなやつがいるので、リーダー格がいますよね。で、結局はその周りにいるやつっていうのは、そのリーダー格に逆らえないから、いじめをね、一緒にやってしまうというような感じだと思うんですね、ほとんどの場合は。結局、その、だから、リーダー格に逆らうと、そいつが標的にされちゃうからっていうんで、もうし従うしかないみたいなね、そういう心理だと思うんですが、そういう仕組みだと思うんですが、そのリーダー格をやってしまえばいいわけですよ。ね、ただ、リーダー格なんで、怖いでしょう。そんなやり返すなんか絶対できないでしょう。できないから、いじめがね、終わらないわけですね。だから、もうやるならとことんやっちゃえばいいんですよ。もういじめで自殺する人いるじゃないですか。自殺するぐらいなら、こいつ殺しちゃえばいいんですよ。ね、もう殺すつもりで、もう完全武装して、金属バット持って、そいつが一人になったところを、もう襲っちゃえばいいんですよ。もう、奇襲でも何でもいいんですよ。てめえこの野郎っつって、もうボッコボコにしちゃえばいいんですよ。ね、そしたら、次の日からいじめられないですよ、多分。だから死ぬ、自殺するぐらいならそのぐらいやりましょうよ。ね。もったいない。それでもしダメなら自殺すればいいじゃんっていう話で、死ぬ前にこれぐらいやりましょうよって話ですよ。ね。で、これがね、やっぱなかなかね、できないっていうのもあると思うんですけど、僕はね、ここだったんですよ。やっぱり4対1ぐらいだったんですが、もう僕がもうぶち切れちゃってね。もうそのリーダー格を馬乗りになってボコボコにしちゃったわけですよ。小学2年生の時だったかな。そしたらですね、もういじめられなくなったどころか、周りが逆にその僕に対して、ペコペコじゃないけどね、ビビり始めたみたいな。そういう感じでしたね。そういうもんなんですよ、子供の世界っていうのは。もうちょっとでもそうやってね、反撃すれば、あいつやべえぞってなるわけですよ。あいつに手出すと、反撃されてね、ダメージ食らうぞってなるわけですよ。そうすると、もうやってこないですから。で、そういうのを、やっぱ反撃しない人をね、狙ってね、やり続けるっていうのが、いじめる人の心理なので、そういうところも理解しておきましょうということですね。でも、ただこれがもうどうしてもできないっていうのであれば、格闘技をやる。これはね、結構ね、
効果的ですね。まあ、格闘技っつってもいろいろありますよね。空手、柔道、ボクシング、キックボクシング、総合格闘技。まあ、いろいろありますよね。もう何でもいいんですよ。何でもいいから格闘技やるんです。ね。そうすると、もう相手はね、ビビってね、手出せなくなります。そんなもんですよ、子供なんか。あいつキックボクシングやってるらしいよってなると、いやキックボクシングやってるやつにちょっと手出せねえなっていう風になるわけですよ。ね、単純ですよね。もうだから何でもいいんでね、やったらいいと思いますよ。うん、今格闘技の敷居ってそんな高くないと思うんでね、ほんと気軽にできちゃうと思うんで、もうやったらいいと思うんですよ。僕は学校のね、もう義務教育というかね、資質科目に格闘技入れるべきだってもうずっと前から言ってるんですけど、そうすればね、いじめってね、結構なくなると思うんですよね。しっかりその武道としてね、こう教えてね、まあ、痛みとかそういうところも知るわけですよね。で、自分がやられたら嫌なことはやっちゃいけないっていう基本的なところを教えれば、いじめなくなんじゃないかなって思いますよね。やっぱりいじめる人ってね、その痛みが分かんないっていうのもあると思うんですよ、ね、で格闘技で痛みを知れば ね、いじめっていうのもいじめる人も減るんじゃないかなと思ってます。で、まあ、この2つ やってもね、まあ、やれなくてももうどうしようもなかった場合はもう逃げるしかない。もうフェードアウト、もうその地域からもう脱出しましょう。逃げましょう。それで別に不登校になったって全然いいんですよ。で、不登校の話もね、この動画の前の前ぐらいにしましたけども、もう不登校でも全然いいんですよ。もうそんなクソみたいなやつがいるところにね、わざわざ行かなくていいんですよ、ね、不登校でも転校したっていいし、で転校してもまたいじめられんだったらもう学校なんか行かなくていいんですね。フリースクールみたいなとこもあるし、こういう YouTube とかね、とためになる話みたいないっぱいあるんで、そういうの見て勉強してた方がよっぽどいいですよ。うん、なんかクソみたいな学校にね行って我慢するよりはね、全然いいと思いますよ。うん、最終的にはもう逃げようですよ。うん、ですね。うん、まあうちなんかはね、もうあれですよ、小学校3年4年5年ぐらいの時にボクシングのミットね、通販アマゾンかなんかで買って、キックボクシングのミットをね、子供3人にミット打ちやらしてましたよ。うん、で真ん中はお姉ちゃんなんだけども、お姉ちゃんが一番強いっていうね。キックめっちゃ強くてね、このキック食らったらちょっと男でも本当ダウンするだろうみたいな。うん、でも楽しそうにやってましたけどね、ミッド打ち。うん、そういうことですよね。だからもしもういじめられたらこうしろっていうふうに教えとけばいいわけですよ、ね、もしなんかそういう変なやつにね、いじめられたり殴られたりしたら、もう水落ち思いっきり殴れみたいなことを言って、ま、教えてましたからね。うん、まあそういったこう予防対策みたいなのもね、ちゃんと子供たちに教えていくっていうのも親の役割というかね、親の仕事かなと思いますね。はい、ということで、まあ、いじめについて、お話ししてきました。僕の考えです。はい、じゃあこの辺で終わります。